2つの部分で車線がちょうどあって、今消えることないけど多分50キロぐらい出てるとその走行車線認識するようになる。自動運転の車初めて見た。いや自動じゃないって。同一車線自動運転だっけ。同一車線自動運転に近いのかな。あとは車間距離、あ3段階選べて、まあ、今一番低い状態にしてるけど、うん、だから3段階ぐらいしか、あの今のレボーグぐらいかな、あれ WRX か、うん、ぐらいのところから認識してずっと追っかけててくれるの。セットした速度よりもちょっと低かったらずっとあれの後くっついててくれるの。へえ。もうするじゃん、うん、でこれ消えるんだよ車線の認識され1回でしばらく走ると車線ここなんだなっていう認識して、うん、でこうやって今離して外れそうになると思う。ケントのカーブは遠いんだけどね。怒られた。カーブは初めて見た。軽自動車にもそんな設備ついてんよ。感動しすぎでしょ。いや感動やね。楽だよ。楽だけど運転下手になるこれ。ああ。逆に高速でアクセル一定に組んで、うん、走る技術がなくなっちゃう。うん。そうやな。パー君の自動車解説でした。日光サーキット到着。